せっかくお寺に来ましてですね、難しい話を聞いて帰るだけではやっぱりね、大変だろうなと思いましたね。やはりお寺というところはね、また行きたくなるところ、そして楽しいところだということをぜひね、皆さんにこう覚えて帰っていただきたいと思うんですね。そういう願いで今日は落語を持ってきたわけでございますが、この落語というのもですね、実はこの説教が元でありまして、浄土宗の56代目だったと思いますが、安楽庵作伝というからね、清水抄、眠気を覚ます笑いという書物をね、編まれまして、それから落語というふうに発展した、まあ、落語の祖であると言われておりますよね。やっぱりこの説教が元であったわけでございまして、腰元堀で有名な浜野範康という方が昔おいでになられましたね。この方は仕事が実に上手な人で、あの方は浜野さんのものを持ってらっしゃる、いやー羨ましいと言われたほどの名人でございました。ところがお酒が好きでございましてね、人生50年と言われたその時代に1年余しまして49歳で世を去ります。そして一人息子の範行、この人は子供の自分からお父さんの仕事を見よう見まねで25歳になる今まではやってはいるんですが、まあ一向にうまくなりません。そんなもんですね。あまり立派なお父さんを持ちますと、そこの息子さんはかわいそうだってなります、ね、加工者もきっとそうではなかったと。なぜかわかりますか、ねえね、え例えばですよね。ですからね、お父さんというのはちょっとだらしないぐらいがちょうどいいかもしれない。まあここだけの話でございますけど、なぜかと言いますと、子供さんというのはちゃんと見てないように見てますから。ああ、親父はあれだからダメなんだな。よし、俺はしっかりやろうとこうなりますけれどもね。お父さんがあんまりできすぎますとね、とてもじゃないな、あれにはなれない。負けた。ということでダメになっちゃう。そうでございます。ですから今日お参りの方だけでも、せがれを一人前にしたかったならば、お父さんというのはちょっとだらしないぐらいがちょうどいいかもしれませんね。ただまあ共倒れっちゅうこともあります、ね、親子出演して二人で揃って赤ちょうちんくぐりながら、お父さん共にダメでしたね、おお前と話が合うねって飲んでる親子もありますが、ね、浜野の息子は若息子だという噂がバッと広がりますと、今までもみ手をしながら来たすね骨董屋がもう串の刃を削るように誰一人と引きをつかなくなりました。まあ冷たいもんですね、世の中というのは。だが世の中を良くしたもので、捨てる神やれば拾う仏の例えのように、芝神明に骨董屋を営みます若狭屋甚兵衛という、この人は男気のある人でね、よし、あの浜野の奥さんとせがれの面倒は一生見ようと心に決めまして、範行がどんなまずいものを持ってきても、おお範行さんしっかりやるんだよ、いいねと言って一部と言う。当時一部と言いますと、親子二人が贅沢をしなければ10日は食べていけたというか、それをくれ、これに甘えておりました範行が今日もまた凝ったものを、風呂敷包みに祝いましてね、首っ玉に引っこつけて言います。おはようございます。おお範行さんかい、今日あたりお前さんが来る頃だと思って待ってたんだ。入んな入んな、そこ座って見せな。どうだい、おっかさんお元気かい。はい、母親の申しますには、若者さんには足を向けて寝られないとかように申しております。いやいや、そんなことはないけどね。それにしてもお前さんは本当に親孝行だよね。親孝行をしたい自分に親はなしというかね、俺はね、自分が道楽者だったからよくわかる。今日は南だ、明日は北だ、道楽の手法だ。そのうちに親父がぽっくりとあの世とやらに行っちまって、後に治って骨董屋、でも骨董屋ってのは目が利かなくて仕方がない。何をいくらで買っていくらで売ればいいのかさっぱり見当もつかなくてな、世間様に笑われたもんだ。なぜもっと親父のいる自分に一緒に仕事を覚えておかなかったんだろうなって後悔したもんだよ。そこ行くってお前さんは偉いね。ねえ、足の一つも揉んでやる、肩の一つも揉んでやる、偉いよ。
ところで、ドルキさん、今日は一体何を持ってきた？はい。いつものように馬でございますが、今日はちょっと趣を変えまして、和歌を駆け巡っております和歌駒を掘ってまいりました。和歌駒を。ちょっと見せてもらうよ。見ねえな。子が親に似る手がこのように似てくるもんか。このたわしの返しなんかもうお父さんにそっくりんだ。ドリフさん、馬っていうのは足は何本？はい、大抵四本でございます。そうだな。これはお前三本しかないが、どうした？ゆうべ徹夜で掘っておりまして、明け方一本落としてしまいました。明け方一本落としただろ。ドリフさん、今日は私は本当のことを言わせてもらうよ。ええ、本当のことを言うとお前の胸がチクッと痛むかもしれないが、いいか聞いてくれ。お前がね、何でも掘って持ってくれゃ一部、はいご苦労さんって一部って、別にこれは裏に金のなる気があって、それを思いでお前さんにやってるわけじゃないんだよ。私にとったって大事なお宝だ。それを右から左をお前さんにやる、これなぜか分かるか？お前さん、そんなことも考えたことないのか？お前のお父さんが存命中にはね、江戸中の骨董屋が儲けて一心で、浜野先生、何か掘ってください、何か掘ってくださいと、まあ密に群がる悪いように来た。それがお前さんのお父さんが亡くなってから誰一人って寄つかない。そうだ。俺はね、それを見るたび聞くたび腹が立って腹が立って仕方がない。身を張るようだがね、俺は違うよ。お前のおっかさんの面倒とお前の面倒は一生見ようと俺は覚悟に決めて、こうやってやってる。だがってお前は黙ったるってんじゃねえ。え、まあそこに紀州のみかん箱が13箱あら、あれお前みかんが入ってんじゃねえぞ。お前が掘って持ってきたガラクタを掘り込んだのが積もり積もって13箱。あの一番下にあるカッパだぬきは何だあれ。筑後柳川のお客さんが、ええ、故郷を忍びたいカッパを掘ってくださいと珍しいご注文、心得ましたとお前さんに掘らした。ところが出てびっくりしたね。確かに頭に皿のあるところを見りゃカッパだよ。でもだんだんと下行くと腹が出っ張ってきてタヌキになっちゃう。うちの子供たちはね、辛いことや悲しいことがあると俺見たら思わず笑っちゃうっつうんだ。こんなつく毒でもねえもんばっかり掘って持ってきやって。あ、だからもうちょっとさ、なんだお前その、ねえ、三本足の馬で別に今日持ってくなかったらいいだろ。ね、明日だって明後日だってきちっとしたものを掘って持ってくれ。その根性が気に入らない。いいから持って帰れ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。あんな、ちょっと待って。あ、おっか、すまねえ。五両ばかりちょっと出してくれるか。な、のりゆくさんとの縁切りがあるからな。何？のりゆくさんの額は一部？違うんだよ、今日は。それはカッパだぬきの値段なんだよ。今日はな、延期になる。え、あのね、お前どうしてそうなんだい。人が金出せると必ず猫を抱いてじーっとするね。猫だな。私な。のりきさん、ここにちゃんと五両あるよ。これ持ってお前帰んな。ああ、ちょっと待って。お前な、そんな料金だったら生きてても仕方がねえから死んじゃえ。な。バカなやつはね、死に方も知らないから教えてやら、ね、これ出てまっすぐ北向かってまっすぐ行きな。そしたら吾妻橋行けな。腕組みをして下をこう眺めるとゴー点々流れてるから、身投げをするなら吾妻橋、ゾブンと飛び込むシュー点でそれでおしまいだ。水が嫌だったら丘でも死に方あるの。表へ出て右へ曲がってまっすぐ行ったらほどなく芝三軒山増上し、山門の手前に穂が断なった枝っぷりのいい松がある。俺は朝晩間の下を通るたびにこの枝は何かに使えねえかなとずっと思ってた。お前ちょうどいい、間の下へ行ってな、その煮しめたような帯をほどいてポーンと引っ掛けて、で台を持って行ってこのイカの網みたいなのもこさらえてこう顎をこうかける。火の火の身で足をパーンとやったら最初はガブッと一回行っていいかもしれないぞ。俺やったことねえから分かんないけど、え、
でもじきに初の花が目の前にスーッと出てくる。おめえみたいなやつは死んじゃえ。あ、おっかさんの面倒は俺が見る。実の母だと思ってな、ちゃんと面倒は見る。だから心配しなくていい。ね、なあ、さっさとこれ持って帰るな。おりゃ、なんでこうまずいんだ。若者さんが怒るのは無理ない。下手でもきちっとしたものを掘って持ってくればよかった。それが一部の金欲しさについ明け方うとうとうとして足を一本落としてしまった。若者さんが怒るのは無理ない。親父が甘すぎたんだ。あれどうやったって親父のようにはなりやしない。もう若者さんに物を買ってくださらないと、世間で私の物なんか誰一人買ってくれるものはいない。そうだ、俺はもう死のう。そうしよう。胸に問い腹に答えた範之が我が家。あ、おかえり。お前の帰りがあんまり遅いんでさ、おっかさん午前いただいちゃったよ。ああ何にもないけどさ、お茶漬けだけど、まあ敷きっぱらにまずいもんなしていいだろ。さあお上がりで。若狭さんはお元気だったかい。はい、元気すぎるほどお元気でした。それで若狭さんがおっしゃるには、範之さん、お前さんはご本山にお参りしたことがない。元として本山に参ったことがないのは恥ずかしい。だから行っておいでと言って、この五両のお宝をくださいました。私は尺一本持っていれば、どんな苦労をしても何重してでも本山参りをしてまいります。この五両は当座のおっかさんのお小遣い置いてまいります。ただ旅に出ると水が変わる。私にもしものことがありましたら、おっかさんは若狭屋さんに行ってください。若狭屋さんはああいうお方ですから、おっかさんの面倒はきちっと見てくださると思います。おっかさん、くれぐれもお体にはお気をつけ。私は今からちょっときちゃんところに旅の下げに参ります。前はそう言ってかと申しますから。立ち上がろうとするのにちょっとお待ち。お前さん、私に嘘をついてるね。いいえ、腹を痛めた我が子が、自分の我が子が嘘をついてるかどうか分からなくて母親と言えますか。私は小さい頃からお前に何と教えた。人様と話をするときには目を見て話をしなさい。目が見られないのは心のやましい証拠だと。何、お前さっきからずっと下をうつむいてるじゃない。見ればだいぶ膝頭が濡れてる。男が泣きながら道々歩いて帰ってくるよことのこと。お前さん、若狭屋さんに何か言われたね。へいえ、おっかさん察しはついてます。何と言われた。いや、おっかさん決して怒りゃしないから。何と言われた。死ねと言うでしょうね、ああいうお方だから。それでお前さんは悔しいから死のうと言う。そう、お母さんは別に止めやしないよ。だがね、範之、お前も職人だ。この老い先短い母親に何か形見の品を一つ掘って、それから言っておくれてないか。お母さん、私にどうせろくなもんなんか掘りゃしないんです。カッパを掘ったらタヌキになっちゃう。馬を掘ったら三本足。そんな私がもう一つこの世に恥を残すようなもの、どんなものでありさえすれ、お前が掘ったものであれば、お母さん肌に肌さず大事に持ってるよ。そういえばうちのお父さんはね、なぜか阿弥陀様を深く信仰なさっている。お前、阿弥陀様のお立ち姿を掘ってくれるかい。おっかさん、
私にそんなもったいないものなんか掘れるわけや。だからどんなものでもいいと言ってるだろう。すぐにやっておくれ。はい、仕方がない。裏へ出た。11月の下旬、井戸端へ行って帯をほどいて、すっぱらかった。風が、ガラガラッと組んだ最初の一杯はビシッと肌を切るような痛さ。2杯3杯4杯とかけているうちに体がカーッとほてってくる。それを手拭いで拭い、波の花を口の中へポーンと放り込んで、着物を着てコツ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 仕事を始めました。最初の一晩のその眠さといったら、思わずとすると隣の部屋で母親が、何万ダルス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 と念仏の、かくてはならずとまた仕事。3日目の明け方、やわな家ですから朝日がスーッと入ってまいります。そして外の方ではスズメが餌を、お母さん、できました。申し訳、ごめんね。私はついうとうとうとして、できたの。そう、どれ。ふいっと見ると、どうすればかほどに見事なものができたと思うぐらい、立派な出来栄え。親の欲目かもしれない。範之、お前さん、これを若狭さんに持っておいて。嫌です。私は若狭屋さんに行ったら塩が張れます。辛いだろうけど言っといて。それからこれをお前30両で売っておいて。おっかさん、おっかさんはね、私の値を知らない。私の値は一部、それも恩に着せられてもらってた。30両なんてそんな高値でとてもじゃないが売れるわけや。私だって浜野則康の女房だったんだよ。ちゃんと見る目はあるぞ。これはそれだけの品と思えばこそそういう値をつけます。だからもし若狭さんが30両ビタ一文負けようとおっしゃったら、お前はもううちに帰ってこなくたっていい。ない子に泣きを見ないの例えのように、お前は小さい頃に死んでしまったお母さんは諦める。だからこれを持っておゆき。はい、あ、ちょっとお母さん喉が渇いた。ちょっと水を汲んできてくれるかい。はい。ガラガラと汲んだ水を母親に。ありがとう。お前3日も何も食べてないし飲んでないんだろ。茶殻も言っとくと言うけど、ねえ、少しは持つ。これを飲んでおいて。母親が飲み余した水を一気に飲んで若さへ。しかし足は鉛を引きずるように。